ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。もう、ヨン様ったら、なんでそんなにお美しくって、尊いお方なの。うるるる。どうしたんだ、霊夢。なんでまたそんな大昔の韓流ドラマで目を潤ませてたりするんだ？それがね、めっちゃ久しぶりにお部屋の片付けをしてたらさ、大昔の DVD が出てきて、なんだこれ？って感じで、再生してみたら、もう面白いのなんの。やめるにやめられなくなっちゃってさ、全話一気に完走しちゃったわよ。ああ、韓流ドラマって謎の中毒性があるもんな。特にその、冬のそなたは、日本での韓流ブームの火付け役になったドラマだし。ほんと、やばいわよね。今、私の頭の中は、サライの大合唱がエンドレスで流れてるわよ。そこは冬のそなたの、あの超有名なテーマ曲じゃないのかよ。私の中で長時間頑張った後は、何はともあれ、サライなの。わかった？うむ、わかったぜ。ところで、そういえばヨン様ってさ、最近トントお見かけしなくない？ああ、確かに。まあ、かつて日本で大人気だった韓国のイケメン俳優たちの中には、その後、スキャンダルに見舞われたり、訴訟絡みでイメージを落としたりした人も、少なくないっていうからな。え、そうなの？でも、考えてみれば、かつて日本でめっちゃ人気だった韓流イケメンスターたちのその後って、日本ではあんまり話題になってないわよね。あの人たちって、今はどうしてるのかしら？じゃあ今回は、そんな霊夢のために、日本で大人気だった韓国の俳優3人の衝撃の現在について解説してみるぜ。おお、今回も興味深いわね。それでは、ゆっくりしていってね。まず最初に解説するかつて日本で大人気だった韓国の俳優は、この動画の冒頭で霊夢をうるうるさせた微笑みの貴公子、ヨン様こと、ペヨンジュンだぜ。おお、さすが魔理沙だわ。私が大好きなヨン様の現在の様子から解説してくれるのね。でないと、霊夢のことだから気になって話に集中できないだろ？ふふふ。よくわかってらっしゃるわ。ペヨンジュンといえば、イビョンホンやチャンドンウォン、そしてウォンビンと共に、かつて、韓流四天王って呼ばれて、日本における第一次韓流ブームのきっかけになった俳優さんだよな。そう、日本では、私がさっき見てた冬のそなたが、すべての始まりだったのよねー。うむ、その通りなんだが、実は、ペヨンジュンの俳優としての活動は、冬のそなた以降は、散発的に3本のドラマと、3本の映画に出演しただけで、2011年のドラマ、ドリームハイへの特別出演が最後なんだよな。え、冬のそなたが2002年のドラマだから、それから、たったの10年くらいしか俳優として活動してないってことなの？実はそうなんだぜ。うわぁ、それは意外だわー。イケメンはイケメンでも、少年っぽいイケメンって感じじゃないから、きっと息の長い名優になるんだろうなぁ、なんてこっそり期待してたのに。うんうん。年齢を重ねていっても優しさが内側から滲み出てくるような、慈愛に満ちたおじいちゃん役とか、誰よりも適任って感じだもんな。うん。彼の優しいおじいちゃん役、見てみたかったのになぁ。でも、それじゃあヨン様って、今は何をされてるのかしら？現在は実業家として活躍してるみたいで、主だったところを挙げてみると、2006年に芸能プロダクション、キーイーストを設立すると、2018年には同プロダクションを、韓国のエンタメ大手、SM エンターテインメントに売却して、同社の主要株主になってるな。SM エンターテインメントって言えば、SM エンターテインメントって言えば、東方神起や少女時代、エクソなんかが所属する超大手事務所だよねー。そうそうそう。他にも様々な企業に投資して、実業家として大成功を収めているみたいだぜ。へえ、俳優としてだけじゃなく、実業家としての才能もあったのね。が、しかし、2014年には健康食品メーカーから、詐欺容疑で訴えられたこともあるぞ。ひょえー、あのヨン様が詐欺で訴えられたなんて。しかも、その訴えたメーカーの関係者は、訴訟の審理中だった2014年6月、裁判所の正門前でヨン様の悪口を書いたプラカードや横断幕を掲げたり、大声を上げて幕仕立てたりして、大騒ぎしたこともあったんだ。ヨン様の悪口ってどんなの？それはズバリ、金に狂ったペヨンジュンとかだな。うわぁ、ヨン様のイメージが。だろだろ。これにはさすがのペヨンジュンも黙ってられなかったのか、大騒ぎした関係者を名誉毀損で訴えたんだ。2016年には勝訴を勝ち取り、被告らには3000万ウォンの支払いを命じる判決が下されたんだが、だが、この件によるイメージダウンは大きく、
今後、俳優として復活することはないだろう、なんて言われてるみたいだな。うるうるうる。もう俳優ヨン様が見られないなんて。まあ、現在の資産は150億円を超えてるとも言われてるみたいだし、2022年頃からは家族でハワイに移住してるようだから、ペヨンジュン自身は、もう芸能界に復帰する気持ちなんて、これっぽっちもなさそうなんだけどな。ガビーン。まあ、ヨン様が幸せなら、うるうるうる。それじゃあ次、行ってみよう。二人目に解説するかつて日本で大人気だった韓国の俳優は、持ち前の、キラースマイルで日本でも多くの女性ファンを魅了した、ペヨンジュンと同じく元祖、韓流四天王の一人、イ・ビョンホンだぜ。確か、ドラマ、美しき日々で大ブレイクした韓流スターだったよね。日本のドラマにも出演してなかったかしら？おお、よく知ってるじゃないか。2007年公開の映画、ヒーローとか、2011年のドラマ、外交官、黒田耕作だろ。当時、結構な話題になってたよな。ちなみに、2009年には映画 G.I. ジョーでハリウッドデビューまで果たしてるぞ。その人気は母国韓国はもちろん、韓流ブームに沸いていた日本だけでなく、世界的だったってことね。その通りだぜ。プライベートでは2013年に韓国の女優、イミンジュンと結婚したんだが、なんとその翌年の2014年には、女性関係のトラブルに巻き込まれてしまったんだ。あらま、結婚してすぐに女性トラブルだなんて、と、絶句しつつ、それでそれで？どんなトラブルなの？相変わらず霊夢は、他人のトラブルには興味津々なやつだな。ふふふ。ごくごく簡単に説明すれば、当時、K-POP アイドルだった20歳の女性と、25歳の美人モデルを脇にはべらせて、お酒を楽しみながら、下ネタトークに花を咲かせてたんだが、なんとそのシーンを、その女性たちにスマホで撮影されていたらしく、その動画を元に約5億円ものお金を要求されたんだそうな。ちょい、完全にはめられちゃったわけね。で、どんな下ネタトークなの？それが全然大したものじゃなくってな。初体験はいつ？男性のどこを見ると興奮する？うへへへへ。みたいな、ごくごく他愛のないものだったらしいぞ。こら、うへへへへはマリサの創作でしょ。バレたか。でも、そんなので5億円も要求できちゃうの？日本の大物芸能人ならみんな破産しちゃうんじゃないかしら。まあ、あくまでイ・ビョンホンの証言によると。って話みたいだけどな。でも、韓国ではたとえ酒の席であっても、既婚者が異性に対して、その手の話をするのは NG って言われているみたいで、そういう面では、日本よりもかなり厳しいらしいぜ。へえ、日本の感覚とは少し違うってわけね。とはいえ、実は韓国でも、今の霊夢みたいに疑問に感じた人も、決して少なくなかったみたいで、あの程度の下ネタで5億円。どうせそれ以外にも、女性たちとの間に何かあったんじゃないの？なんて声がネットに溢れてたみたいだな。やっぱりね、いくらイ・ビョンホンが大スターで、そういうのに厳しいお国柄だとしても、5億円はさすがにぼったくりって思われても仕方ないような。そんなネット上の声に対して、イ・ビョンホンはなんと、そんな悪質なデマを流す奴は許さん。サイバー捜査隊に捜査依頼したから、今後は見つけ次第、法的に対処する、みたいな。過剰なまでの強硬姿勢に出たんだ。うわぁ、そんなことしちゃうと、ますます怪しく見えるのは私だけかしら？そうなんだよなぁ。そんなこともあったりして、イ・ビョンホンのイメージは大いに失墜し、その後の俳優としての活動にも支障が出てるみたいなんだ。もしも本当にあの程度の下ネタトークしかしてなかったとしたら、ちょっとかわいそうよねー。それじゃあ、いよいよラスト。3人目に解説する、かつて日本で大人気だった韓国の俳優は、2010年前後の第二次韓流ブームにおいて、日本でも熱狂的なブームを巻き起こした、グンちゃんこと、チャン・グンソクだぜ。ああ、ドラマ、イケメンですねのツンデレキャラが見事にハマって、特に日本で人気が高かった韓流スターじゃなかったかしら？うんうん、日本でのチャン・グンソクの人気は、かつてのヨン様ブームをも凌駕していた、とも言われてるみたいだもんな。ただ、近年のチャン・グンソクは、徴兵制度で入隊していた期間があったことで、しばらく活動を休止していたみたいなんだ。ああ、韓国特有の事情ってわけね。そうなんだぜ。そんなチャン・グンソクが、日本で再び話題になったのが、2022年6月のことだったんだ。わお、グンちゃんもやらかしちゃったんだ。なな、な、何をやっちゃったの？やっぱヨン様やイ・ビョンホンみたく、金銭問題とか女性問題とかかしら？ちっちっち。これまでのスターたちとは違って、
チャン・グンソクはもっとポジティブな話題で、なんと4年4ヶ月ぶりに、1万2000人もの日本のファンとの再会を果たした、ファンミーティングを開催したんだぜ。おお、グンちゃんのファンの人たちは、きっと大喜びだったんだろうねー。そうなんだ。客席には思わず涙ぐんじゃったファンも少なくなかったみたいだぞ。おお、まさに感動の再会って感じね。その後のチャン・グンソクは、翌2023年には、ドラマ、ミッキーで、実に5年ぶりのドラマ復帰を果たすと、2024年からは、日本での音楽活動を再開するとともに、8月には、ネットフリックスのリアリティショー、ザ・インフルエンサーにも出演するなど、大活躍中みたいだな。おお、これまでの二人とは違って、衝撃の現在ってほどじゃないけど、今も元気に俳優活動をしてるってのは、ファンには嬉しい話よねー。が、しかしだ、チャン・グンソクの衝撃の現在は、実はここからで。え、まさか最近になって何かやらかしちゃったりして？ある意味、それならまだ良かったんだが。スキャンダルより悪いことって。2024年に37歳になったチャン・グンソクだったんだが、8月16日に自身の YouTube チャンネルで、甲状腺がんの闘病をしていたことを、ファンに打ち明けたんだぜ。なんですって？その辺の話、詳しく教えてちょうだい。わかったぜ。なんでも今から1年も前に、甲状腺がんと診断されていたそうで、告白した2週間前に、手術を受けていたんだとか。8月16日の2週間前って言うと、8月の初め頃ってことよね？そうなるな。さっき話した、ザ・インフルエンサーの初公開が8月6日のことだったから、ちょうどその直前って感じだ。ってことはですよ。甲状腺がんとの診断を受けた後も、日本での音楽活動だとか、そのネトフリのリアリティショーに病気を隠して出演してたってことよね。きっとその心中では、がんに対する不安とか、複雑な思いが溢れてたでしょうに。不屈の役者魂を感じずにはいられないわ。だよな。幸い、がんは早期発見で、手術も無事に成功したみたいで、今後は経過観察を行っていくんだとか。ほんとよかったー。これからもずっと、あの愛らしい笑顔が見られるのね。でも、治療がうまくいってるのに、なんでわざわざ公表したのかな？それは、チャン・グンソク自身が、あるインタビューの中で語っているぞ。なんて？なんでも、1年前にがん宣告を受けた時、がんという言葉が与える、とんでもない恐怖を感じたんだそうな。そりゃそうよね。今やがんは治せる時代になったとはいえ、難しい病気であることには変わりないもの。でも、それに自分が打ち勝ったことをあえて公表することで、自分と同じ状況にいる人を勇気づけたかったんだそうな。ああ、がんと戦ってる人たちにとって、がんサバイバーの言葉は、何よりも力になるっていうもんね。これからはぐんちゃんも、応援したくなってきちゃったかも。霊夢、今回の話はどうだった？ヨン様にイ・ビョンホン、そしてぐんちゃんと、かつて、この日本で熱狂的なブームを巻き起こした韓流スターたちだけど、一人は金銭問題、一人は女性問題、そしてもう一人は健康問題と、マリサが言う通り、まさに三者三様の衝撃の現在だったわー。だろだろ。他にも衝撃的な現在を過ごしている韓流スターは意外にも少なくないようで、むしろかつての韓流ブームから、順調に俳優活動を続けてる人の方が、稀な存在って言えるんだよな。その点、日本の俳優さんたちの場合は、若い頃に人気を集めた人って、中にはとんでもないやらかしをして、どこかに消えちゃう人もいるけど、大体は年を重ねていくに従って、年齢相応の役で活躍してるよねー。そうなんだよな。もしかすると徴兵制度とか国民性とか、韓国特有のお国柄のせいなのかもしれないな。なるほどねー。おっと、こうしちゃいられないわ。どうしたんだ、霊夢。この後何か用事でもあるのか？さっきのマリサの解説を聞いて、思わずぐんちゃんを応援したくなったからね。今から、イケメンですねの DVD を買いに行こうかと思って。ああ、それならうちにあるぜ。今から一緒に見る？おお、さすがマリサ。じゃあ、私はダッシュでそこのコンビニでおやつでも買ってくるわ。それでは、今回の解説はここまでだ。ご視聴、ありがとうございました。